マックス・ペインのロゴ、マックス・ペインは、レメディエンターテインメントによる開発と、3D レルムスによる監修のもと、ロックスターゲームズとテイクツ・インタラクティブによって発売された 3D アクションシューティングゲーム、マックス・ペインシリーズ第1作目である。2001年7月に、米国で PC 用ゲームソフトとして発売され、コンシューマー向けに移植されると、ミリオンセラーを獲得した。 日本では PC 版が2001年8月10日に P&A より発売され、2003年5月22日にはエレクトロニックアーツよりプレイステーション2版も発売されている。PS に日本語版ではコスニジューロータ、中田ジョージ、秋元陽介などにより、音声が日本語に吹き替えられている。発売当時のセロレーティングは18歳以上対象。 だったが、2006年に Z18 歳以上のみ対象に変更された。日本国外では、ゲームボーイアドバンス版と XBOX 版も発売されている。妻と子供を殺した真の敵に復讐する、主人公、マックス・ペインの奮闘を描いた、ハードボイルド作品であり、映画、マトリックスで用いられた特殊、エフェクト、バレットタイムをゲームシステムとして再現しているのが特徴。 英字表記のマックス・ペインは、マックス・ペインという言葉にかけていると思われ、ゲーム中に出てくる体力を回復させる薬の名前も、ペインキラーとしている。同年には、マーク・ウォールバーグ主演で映画化され、2008年10月17日に全米で公開、初登場1位を記録した。日本では2009年4月18日に公開された。劇中音楽は、 フィンランドのバンドアローテリーのボーカル兼ベーシストで、アルカルツユハタッカが作曲している。海外では、続編のマックス・ペインにザ・フォール・オブ・マックス・ペインが発売されている。2012年9月にはマックス・ペインさんが発売した。バレットタイムとシュートドッジは0.2倍速。バレットタイムとシュートドッジの使用できる時間は、 砂時計で表示されていて敵を倒すことで使用できる時間が増える。スナイパーライフル使用時、スコープを使って射撃をすると強制的にバレットタイムがかかり発射された銃弾をカメラが後追いする視点になる。その他、決められた場所で敵を倒したり、最後の一人を倒したりすると強制的にバレットタイムがかかる。ステージの最初と最後には必ず グラフィックノベルが入りゲーム中も、が出たら、ユースキーを押すと、グラフィックノベルが出る。このゲームは、モッドフレンドリーなことでも知られている。モッドをプレイするにはまず、インストールディレクトリにモッドファイルを入れ、ゲームを起動するときに出るダイアログの、チャズカスタマイザドゲームから、インストールディレクトリに入れた、モッドファイル名を選ぶだけである。レメディのダークテックス5ベンチマーカである。 フィナールリアリティの一部シーンにマックス・ペインと主人公があしらわれた看板が登場することからその頃から進行していた企画と思われる。実際、このソフトで使われている 3D エンジン MAXFX はサンドマークシリーズでも使われ、双方での改良、さらにダークテックスのバージョンアップによる発展によって MAXFX は完成度を高めている。 マックス・ペイン成功の裏には、サンドマークによる、宣伝効果もあったと言えるだろう。元ニューヨーク市警の刑事で、DEA を取り捜査官のマックス・ペインが妻子を殺した真の敵に復讐する、ハードボイルド復讐劇である。ありがとうございます。